これ耳が取れてるじゃないですか。この耳をこうやって持ってこうやって歩いてたらしくて、確かケンタ。皆さん、ヘイヤーシャイアイドル教室です。はい、マホです。アスミンです。マナサナです。リンノです。はい、はい、今日の企画は知ったかぶりゲーム。イエーイ。今日のゲームはですね、まず今日は2人ペアに分かれてます。はい、はいはい、アスミン、マホチーム、そして私たちがリンノさん、マナサナチームです。イエーイ。はい、こんな感じで2チームに分かれてるんですけど、でルール説明をしていきたいと思います。はい、チームごとお互いに思い出深いものを持ってきていただいてます。はい、はい、2個持ってきましたよ。はい、それでですね、思い出深いものについては語っていただくんですけど、どちらかが嘘をついています。はい、その嘘をどっちがついてるかっていうのを見極めていくゲームとなってます。いかにも自分のものかのように喋ればいいんだよね。そうです。OK、 そういうことです。1人30秒ずつ解説スピーチをしていただきます。うん、それが終わったらその後に相手チームからの質問タイムが30秒あります。大事なことそうですね。見極めることができたら1ポイントとなってます。そんな感じでね、2ゲームやっていきたいと思います。レッツ知ったかぶり。今回私たちが用意した思い出のものはこちらです。じゃーん、じゃーん、ワンちゃん、ぬいぐるみです。かわいいワンちゃんでございます。はい、それではまず真帆からね、スピーチしていこうと思います。はい、よーい、スタート。はい、こちらのワンちゃんはですね、もう私がちっちゃい頃に親に買ってもらったやつなんですけど、これ耳が取れてるじゃないですか。なんでちっちゃい頃やっぱそのぬいぐるみめっちゃ好きだったんですけど、いつもこの子のこの耳をこうやって持ってこうやって歩いてたらしくて、なんかそれで取れちゃったんですけど、なんかどこに行くにも絶対この子といつも一緒だったっていう思い出の品です。終了。はい、それでは次は私がスピーチしていこうと思います。よーい、スタート。これはですね、これはちっちゃい頃に買ってもらったんですけど、名前が、私いつもぬいぐるみに名前つけるんですよ。名前が、確かケンタっていう名前をつけてなんでケンタにしたかっていうのはちょっとわかんないんですけど、なんとなくなんかケンタっぽいっていう、多分顔見た目ですぐつけちゃうんで私。確かに。で、ケンタです。で、なんで耳が取れてるかっていうと、いとこのお家、これずっと持ち歩いてたんですけど、いとこのお家にワンちゃんがいて、犬がいて、犬に噛みちぎられたんですよ。終了。それでは質問タイムスタート。はい、マホロ、はい、名前はつけなかったですか？名前はもう覚えてなくって、それはちょっと聞いてこなかったです。なるほどね。はい、はい、2人にそれどういうところで買ってもらったんですか？どういうところだったかな本当になんか幼稚園くらいだったんで本当に場所は覚えてないんですけど、でもなんかいやでもなんかトイザラスとかではないです。おわしいよ。トイザラス。待って、ちょっと正解は私でーす。私が嘘をついているので、こちらはマホロンの、はい、私のワンちゃんです。ダメはケンタなんて名前はつけてません。名前ないんですよ、この子。ないそうなんです。本当に大事なものだったのね。大事なものですね。これはずっと取ってて、ちっちゃい頃からということで、不正解でした。やったということで、私たちはこれについて語っていきたいと思います。はい、これです。これです。これです。こちらについて語っていきたいと思います。どっちからしますか？どうぞ。はい、じゃあ私から語っていきたいと思います。
よーい、スタート。はい、これはですね、双眼鏡、双眼鏡なんですけど、私が初めてライブに行った時に、やっぱ遠いじゃないですか、ライブって。なのでどうしても欲しくって、でも買ってもらえなくって、ママに。なんかちゃんとお小遣いで買ったものです。はい、そういう感じです。待って時間が、そうですね、お小遣いで買いました。なんか続き始めた。はい、それでは次私が説明していきたいと思います。30秒よーい、スタート。はい、この双眼鏡は私が私が小4の時に初めてライブに参戦したのが小学4年生の時で、その時にママに買ってもらった双眼鏡になります。これで初めてライブ行って、このその応援してた方をこうやって見た時のもう感激は忘れられなくって、そっからもうなんか毎回ライブ行く時とかはこれを持って行って見るようにしてます。はい、これ見えなくない？あ、近すぎて、近すぎるんだ。はい、それでは質問タイムスタート。はい、はい、マノさん、モリンノさんもこれはライブでしか使わないですか？はい、ライブでしか使わないです。いつ買ったんですか？他に使う時ある。小4の時に買ってもらいました。これはちょっと覚えてないですけど、私も小学生ぐらい。小学生行くよね。小4とかで初めて行って、結構行けます。うちらどこで買ったんですか？どこで買ったの、これライブの終わった。どこが途中で終わった。私はライブの近くのなんかイオンで、なんかやっぱライブが多いからかこういうのが売ってて買いました。私これわかんないですね。ママが買ってきたんでわかんないです。はい、はい、では、ここで、はい、じゃあ言います。嘘をついているのは、せーの、正解は、はい、リンナが嘘をついてました。やばいな、なんで言ってたんだ。いや、でも本当に双眼鏡は持ってきますよ。持ってきますよね。ドームとかだとね、見えないからね。ショック、やだ、嘘。頑張ってついたのね。ということで、2個目なんですけど、今回用意したのはこちらです。じゃーん、筆箱。筆箱でーす。次は私から言おうかな。はい、そうですね。はい、それでは私のスピーチスタート。これはですね、もう小学校の時にめちゃくちゃ流行りませんでした、このクロックスの筆箱。本当ですか？え、めっちゃ流行って、そのクロックスの飾りとかもここにつけれるんですよ。でももうついてないんですけど、今は。でこの中には、昔お家にホワイトボード、めっちゃでかいホワイトボードがあって、それをなんか書く時のホワイトボードのマーカーをいっぱい入れてます。はいですね。あとミサンガ作りも小学校4年生くらいの時に流行ったんで、これもつけてます。お揃いです、友達と。終了。はい、はい、では次は私がこの思い出について語りたいと思います。よーい、スタート。はい、こちらはですね、私が高校の時に使ってた筆箱で、主に部活で使ってたやつです。なんでこのミサンガがやっぱ野球部に入ってたんで、そのメンバーっていうか部員に作ったミサンガをここにつけてて、この中はその1日のメニューを部活の時に書くので、ホワイトボードにそのペンが中に入ってて、なんでこの筆箱にしたかというと、砂が舞ってもこれは洗えるんですよ。以上、終了。質問タイムスタート。はい、はい、2人、はい、どこで買いましたか？これで買いました。これどこで買ったっけな、なんかジムキングでしたっけ、名前、文房具屋さん。わかります？
ジムキングっていう文房具屋さんです。魔法は私これはもらいました。はい、飾りはつけなかったんですか。つけなかった。どうなんでついてたんですか。あ、ついてたんですよ。ダイヤみたいなやつと、あとニコちゃんもついてたかな、確か。あ、私はつけてなかったです。そうそう、じゃあ終了。正解は私でーす。私が嘘をついていました。やったー。いやー、これは私の思い出の筆箱です。これは本当に部活で使ってました。砂は入る。いやでも本当に洗えるんですよこれ。本当やっぱ砂ぼこりすごいんで、ね、部活がなんでこれ洗ったけど、でもちょっとまだ砂が残ってるって感じです。クラックスの筆箱流行ったよ。流行りました。これめっちゃ流行りました。嘘、ブンブンバーサル売ってなくない？売ってる売ってる、いろんな色、売ってる、いろんな色ありましたよ。売ってる。はい、ということでね、すごい、上手でも上手だったもん。はい、ということで早速やっていきたいんですけど、今はあれですね、1ポイント1ポイントですね。そう、あ、うん、そうですね。そう、はい、だからもう次で決まる、うちらで決まるわけよ。これを騙さないといけないってことですね。やばい、怖いよ。はい、ということでやっていきたいと思います。今回紹介しますのはこちらでございます。ブン、こちらになります。じゃーん、ピアス。はい、こちらです。こちらです。おー、はい、それではこちらについて説明していきたいと思います。はい、え、じゃあリノからやる。お、はい、お願いします。はい、それでは説明していきたいと思います。はい、30秒用意スタート。はい、これのピアスは去年私が岐阜に住んでるおばあちゃんにもらったピアスになります。このキラキラでめっちゃ可愛くって、でも私のちょっとピアスの感じ的にあんまりなんかその合わなかったんでつけてはないんですけど、もうでも絶対に大切にしてた、あの机のここの引き出しの宝物ボックスに入れてるやつです。そんな感じですかね。可愛いやつです。はい、キラキラ。はい、それでは私が話していきたいと思います。30秒用意スタート。はい、これはですね、お母さんが結構ピアスとか作る人なんですけど、私の学園祭の時に、あの学園祭でこう私ファッションショーをやる学校だったんですけど、そのファッションショーの時にあのピアスが欲しくって、でもなんかどういうのがいいのかなって思って悩んでたら、ママが作ってくれたピアスです。なんで結構思い出深いピアスです。あんましてないんですけど、その日しか。でもすごい大事に取ってあります。可愛いので。何？質問タイム。はい、それでは質問タイムスタート。スタート。いやー、すごい。質問難しい。一番お気に入りポイントは？お気に入りポイントはなんかその結構宇宙とかのモチーフが好きなんで、この月のモチーフとあとキラキラも好きなんで、それを多分好きそうなやつを選んできてくれたのかなっていうのが一番のお気に入りポイントです。おばあちゃん何歳ですか？おばあちゃん何歳なんだろうね、わかんないんですよ。60ちょっと秘密です。でもおばあちゃんぐらいの、ね、年です。あ、私、ポイントか。ポイントはこの石です。やっぱちょっと普通のキラキラじゃない感じ、オーロラっぽい感じが可愛いなって思います。おばあちゃんピアスプレゼントする？いや、フィリピンのおばあちゃんだからピアスしてるしみんなって感じ。なんかやっぱりのさんもシャキシャキ喋ってる。気になるの？あ、確かに。なんで気になるの？喋ってもいいじゃないの。
嘘をついているのはマロさん。正解は、はい、はい、私が嘘をついてました。売れるよ、おばあちゃん、おしゃれだもん。はい、ということで2回とも終わったんですけど、なんと引き分けになってしまったので、いやー、はい、惜しかった。すごいよ。はい、なのでですね、今からスタッフさんに一番嘘が上手だった子がいるチームを決めていただきたいと思います。ちなみにですね、罰ゲームもありまして。何ですか？負けたチームはですね、勝ったチームの写真を1週間ホーム画面にしてもらいます。え？携帯の？全然罰ゲームじゃない。携帯の罰ゲームじゃないって。すごい。携帯の写真をツーショットを。あ、いいじゃん、いいじゃん。え、気にしますよ。顔のマスクとかでも大丈夫。全然しますよ。めちゃくちゃ変な写真。面白いね。はい、そういう感じになってます。わかりました。はい、はい、私が一組だけ間違えたチームがあって、あの答えを、そのチームは、あー、上手に嘘をついていたのはりんのちゃんとまのちゃんチームです。嘘、そうなんだ。いや、なんか本当にこれ私だけかもしれないんだけど、りんのちゃんとまのちゃんの時の双眼鏡の時にそれだけ間違えて。双眼鏡分かりますよ。みんなそう言うんだけど、これだけ、あと全部分かって。嬉しい。もう主観。はい、ということで、アスミンとマホロンの待ち合わせは今日からりんのちゃんとまのちゃんです。やったー。はい、という感じでですね、1週間ホーム画面にしていただきたいと思います。はい、わかりました。たくさんね、こうやって見せびらかしながら歩きますね。はい、そう、びらかしね。ということで、またお会いしましょう。以上、アイドル教室でした。お会いしさん、バイバーイ。いいよ。かわいい。めっちゃかわいい。可愛いよ。羨ましいです。え、めっちゃかわいい。すごい。なんかまのちゃん、赤ちゃん目離れてるよね。なんかより離れて見える、ね、ちなみに最近この写真を保存したんですよ。やだ。ありがとう。後から見つけてきたの。どういう写真？山ほが撮りたい写真撮りな。優しい。あと2人で作ってほしいです。オッケー。あ、違う。はい。3、2、1。え、めっちゃか。もう一回いきます。3、2、1。え、かわいい。めっちゃかわいい。いいじゃん、いいじゃん。めっちゃかわいいです。かわいい、かわいい。これ本画面にしないといけない。かわいい。え、全然いいじゃん。めっちゃかわいい。え、全然いい。これぴったり。すごい、ぴったり。なんか好きなアイドルの方がやってるみたい。よーし、あっちゃんはでーん、来ました。やった。あ、かわいいじゃん。じゃあ1週間これですね。はい、来ました。じゃーん。え、めっちゃこれ逆に嬉しいです、このショット。かわいい。すげえ。